あなたは自分が尊敬する人物を自らの手で殺せますか？2021年7月9日、京都市伏見区。京都府警に一件の通報が入りました。男性が刺されているんです。場所はとあるラブホテル。警察が駆けつけるとそこには真っ赤に染まったベッドシーツと横たわる男性。男女間の痴情のもつれか。警察がそう考えたのは現場がラブホテルだったからだけではありません。倒れた男性のそばにはまだ女性が一人満足そうな表情で部屋に佇んでいたんです。その女性に話を聞くと、殺すつもりでやったと素直に自白。その場で現行犯逮捕されました。そして男性は警察が駆けつけた時にはまだ息をしていましたが、その後亡くなってしまいました。しかも彼はただ刺されて血だらけになっていたわけではありません。なんとその男性の頭部にあったのはボウガンの矢。プレゼンテッドバイアルゴメトリー。おっそっす、ケンちゃんです。好きなデートスポットは美術館、ヤミコです。アニメアルゴメトリーは教科書には載らない裏の世界史や都市伝説を取り上げ、見るだけでちょっと賢くなれる番組です。今回ご紹介するのは京都のラブホテルで起きた殺人事件について。ラブホテルで殺人事件ということは男女の痴話喧嘩から殺人に発展した感じかしら。そう考えるのが自然ですよね。しかしこの事件、男女間での殺人ではありますが、ただのよくある痴情のもつれではなかったようです。まずは加害者と被害者の2人の出会いから見ていきましょう。運命の出会い。1989年の京都府、一人の女性が産声を上げました。彼女の名前は S。 S は平凡な幼少期を過ごし、京都精華大学へ進学。興味があった陶芸を勉強するために陶芸学科に入ります。真面目でおとなしい S は平凡な大学生活を送り、同じく陶芸を専攻する彼氏ができました。卒業を目前とした頃、彼から相談を持ちかけられます。陶芸家としてもっと腕を磨きたいんだ、栃木で修行したいからついてきてくれないか。はい。 S は2つ返事で OK し、大学卒業と同時に結婚することになりました。やだ、幸せなキャンパスライフじゃない。羨ましいですね。僕にはそんなキャンパスライフなかったので目から汗が。まあ人生はいろいろあるから大丈夫よ。こうして S は夫と共に益子焼で有名な日本屈指の陶芸の町、栃木県益子町に移住します。そしてさらに陶芸の腕前を上げたい S はとある製陶所で勤務しながら修行することに。自分の窯を持ちたい。数年間の修行を終え、夫が独立し京都に小さな製陶所を構えることになったため、 S も京都へ戻ることになりました。夫の独立の傍ら、 S はもっと陶芸を勉強したいと思い、京都市産業技術研究所の人材育成コースに通います。そこで講師を務めていたのが当時注目を集めていた陶芸家の F でした。 F 先生から陶芸を学べるなんて光栄だわ。 F の実家は由緒ある清水焼の窯元。高校卒業から陶芸の世界に触れ、家業に従事しながら技術を磨きました。そして個展を開いたり、ドラマで作品提供したりと国民の注目を集めます。話題の人に直々に教えてもらえるなんていい機会ね。他にも彼のファンはたくさんいたんじゃない？ F は見た目もイケメンで、陶芸のファンだけでなく女性ファンも多かったようですよ。F は鉄を多く含んだ黒色の釉薬、天目釉にアレンジを加えた独自の天目釉の開発も行っていました。 F にしか作り出せない独創的な金色の釉薬により彩られた作品はどれも引き込まれるような美しさがあり、見たものを皆虜にしたのです。その腕前から F と一緒に仕事をしたことがある知人は、いずれは人間国宝になられる方だと思っていたと話しています。 S もそんな F の作品に魅了された一人だったのです。あなたの作品をもっと知りたいわ、私を弟子にしてください。そう言って S は F に弟子入りの相談を持ちかけます。え、どうしようかな。実はこれまで弟子を取らないようにしていた F、 少し悩みましたが S の情熱に押される形で受け入れ、2人は師弟関係となりました。しかしこのことが後に2人を破滅に追い込むのです。 S が初めての弟子ってこと？相当信頼していたのね。そのようですね。ただ F は後にも先にも弟子は取らず、 S が唯一の弟子だったようです。でも師弟関係を結んだはずなのに、どうして破滅に向かっていくのかしら。二人が抱える大問題。
F はその後も陶芸家として数々の賞を受賞。国内にとどまらず海外の出品も行い、ますます注目され華々しい成功を収めていました。一方で弟子である S は表には出ないものの、作品のアイデアや制作など縁の下の力持ちとして F を支えていました。しかしこの頃の二人は単なる師匠と弟子という関係ではありませんでした。深夜まで二人で製陶所にこもり制作をする日々。たった一人の弟子であることから二人きりの時間も多く、距離が縮まるまでそう時間はかかりませんでした。いつしか二人は単なる師弟関係ではなく、プライベートでも深い仲になったのです。作品だけじゃなく人としても惚れ込んじゃったのね。でもこの言い方、一筋縄ではいかなそう。ヤミコさんは今日も勘が鋭いですね。二人の関係が変化したであろう時期、 S の作品にも変化が現れます。 S のこれまでの作品は動物や植物といったナチュラルなモチーフの作品ばかり。しかし F と深い関係になったあたりからは作風が一転し、釉薬を用いた作品を数多く SNS にアップしていました。この頃の S は F に作品も身も心も染まっていたのでしょう。しかし S には夫がいます。パートナーがいるのは S だけではありません。 F も6年ほど前に結婚しており、さらには子供もいました。 F とその妻は京都の清水寺で結婚式を挙げ、その時の幸せいっぱいの写真が SNS にアップされています。そう、 S と F はダブル不倫だったのです。最低。私、不倫は本当に許せないの。それがお互いに不倫してただなんて、人間のクズよ、クズ。まあまあ落ち着いてください。師弟として家族よりも一緒にいる時間が長かったでしょうからね。あっという間に距離が縮まったのでしょう。いけない関係ながらも幸せな日々を過ごす2人。しかしいつからか F の S に対する態度が淡白になるのです。そのきっかけは S が F にこんな質問をしだしてからでした。 F さん、今後の私たちのことってどう考えてる？まあそれはおいおいね。要するに S は再婚をしたかったのでしょうが、 F ははぐらかすばかり。いつまで経っても煮え切らない F ですが、そんな時 S の目についた F の妻の SNS。 そこには子供と家族3人で写る微笑ましい写真が。私は愛されていない。こんなに献身的にサポートしているのに全く報われない。そしてある強い気持ちが S の中に芽生えたのです。殺してやる。そんな中、世間ではとある凶器を使用した事件が相次いでいました。当然 S の目にも止まります。これだ。こうして S が購入したのは殺傷能力の高いボウガン。ボウガンって推理小説とかでは聞いたことはあるけど、どんなものなの？銃のように発射できる弓のことです。従来の弓に比べて狙いを定めやすく、主に狩猟目的で使われているんですよ。でもボウガンってそんな簡単に購入できるものなの？以前は通販サイトなどで誰でも簡単に購入できたんです。しかし銃刀法の改正により現在は所持に許可が必要になりました。今回のメトラキーワード、銃刀法の改正について。銃刀法は銃砲や刀剣類の所持使用等に関して人に危害が及ぶ事態を防止する上で必要な規則について定めた法律です。正式名称は銃砲刀剣類所持等取締法といい、1958年に施行されました。金属製弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃、刃の長さ40センチメートルを超える刀、脇差し、槍、薙刀などを所持する際は許可を得る必要があります。しかしこの法律にボウガンが該当していなかったためか、2010年代の日本ではボウガンを使用した犯罪が横行し、これを問題視した政府が銃刀法の改正案を提出しました。2021年6月16日、銃砲刀剣類所持等取締法の規制にボウガンが加わることが決定し、翌年2022年3月15日よりボウガンの所持には許可が必要になりました。S がボウガンを購入したタイミングは法改正前だったんです。なるほど、だから許可なく購入できたのね。ちなみに警察ではボウガンの無償回収を進めているんですが、これまでは無許可で買えたこともあり、まだまだ全てを回収できていないようです。隣の住人がまだ持っててもおかしくないのね。法に規制されることなくボウガンを手に入れた S、 この後どのような行動を取るのでしょうか。最悪の日、ボウガンを手にした S は入念に発射の練習を重ねていました。そして数日後、予定を合わせた2人はラブホテルで落ち合います。久しぶりの2人の時間ね。嬉しいわ。そうだな、今日はゆっくり楽しもう。コーヒーを入れてくるわね。そう言って S は F に背を向け、2人分のコーヒーを入れる。お待たせ。はい、どうぞ。ありがとう。
F がコーヒーを口にした数分後、急なめまいに襲われ頭を抱える F。 S は F のコーヒーに用意していた睡眠薬を入れていたのだ。その様子を見ていた S は持ってきたボウガンに矢をセット。 F に矢の先端を向けた。そして F の頭めがけて矢を放つ。S が放った矢は数本が見事に F の頭に直撃。その違和感に何事かと一瞬意識を取り戻す F。 しかし S は攻撃の手を緩めない。死ね。今度は F の背中や胸をめがけて用意していたペティナイフを何度も振り下ろした。真っ白だったシーツが一瞬にして真っ赤に染まり、数分後には F は全く動かなくなった。そして S は逃げ出すことなく、泣き殻となった F の横で不敵な笑みを浮かべていた。綿密に計画された犯行だったのね。そのようです。矢を命中させる練習や睡眠薬の準備、さらにはとどめを刺すためのペティナイフまで用意するなど、 F を殺す意志の強さも感じられますね。明確に殺そうとしているのも怖いけど、逃げ出さないのはもっと怖いわ。この後警察が駆けつけますが、その光景は異様すぎるものでした。フロントからの通報により警察が駆けつけます。これは、警察は部屋の中の様子を見て、その異様さに目を奪われました。彼らが目にしたのは、真っ赤な血の海と化した部屋にボウガンの矢が2本、頭部にぶっ刺さり横たわる男性。この時 F はまだ息をしており、すぐさま救急搬送されるも、複数箇所刺されたことにより失血死。一緒に部屋にいた S は、殺すつもりでやったと犯行を認めました。こうして S は F の殺害容疑で現行犯逮捕されたのです。ではなぜフロントは犯行が分かったのでしょうか。それは、 S は自らフロントに犯行を告白したのです。犯行も自白してるし、逃げ出さないし、ある意味最後まで添い遂げたかったのかしら。ではこれほどまで殺害の意志が強かった S には一体どのような判決が下るのでしょうか。裁判の行方。2023年1月18日、京都地裁で S の裁判員裁判が行われました。S 側の弁護士は、S には F との関係に悩み、実を考えたこともあったほど、殺害の動機を形成する過程に酌量の余地がある、と主張。さらに適応障害によって、衝動を抑制する能力も低下していたとして、減刑を求めました。しかし F 側は、適応障害を抱えていたものの、影響は軽微で、完全責任能力があったと主張。さらにボウガンを購入後、発射の練習を重ねるなど、明確な殺意のもと犯行に及んでいることは誰が見ても明らかでした。以上のことから S に下った判決は、懲役15年。初めに求刑されていた懲役16年とほぼ変わらぬ実刑となりました。人一人亡くなっているわけだし、当然ね。その後 S 側が控訴することはなく、現在 S は服役中とのことです。ただ世間では、動機は地上のもつれだけではないのではと言われています。実は今回の事件、センセーショナルな内容だったからか、メディアでは全く取り上げられず、明確な動機は明かされていません。動機として、幸せそうな F の家庭に対する嫉妬はもちろんですが、仕事絡みの揉め事もあったのではないかと考えられます。二人が師弟関係を結んだ後、 S の作品は F の作品によく似てきました。そのため弟子である S の作品を F が自分の作品だと言って出展しても何の違和感もないのです。弟子の S の作品をあたかも自分の作品のように出展し、それが高く評価されていたとしたら、 S もやるせなかったでしょう。二人の関係のように様々な要因が絡み合い、殺意という大きな感情に繋がってしまったのかもしれません。不倫は当事者二人の関係だけではなく、配偶者や親、子供など幅広い関係性に影響を及ぼします。メトラーの皆さんは絶対に足を踏み入れないようにご注意ください。もし師匠に自分の作品を盗まれたら、あなたは言い出せますか？